皆さん、こんにちは。本日は南海電車祭りへ多数のご来場誠にありがとうございます。大変長らくお待たせいたしました。これより電車の吊り下げ実演を始めます。実演に際しまして安全確保のためお願いがございます。皆さんの目の前のロープに手を触れたりロープ内へ立ち入ることは絶対にしないようにしてください。小さな奥様をお連れの方は特に注意していただきますようご協力をよろしくお願いいたします。では実演と並行して私からは簡単なご説明をさせていただきます。ただいまこちらにやってきたクレーンですが、千代田工場の中で一番大きな機械35トンクレーンです。その名の通り35トンまでのものを持ち上げることができます。本日は私の後ろの電車106号車を持ち上げます。このクレーン作業にはクレーン運転手1名とこちら地上側での愛車と作業員の計6名で動かしています。クレーンの操作は常に市場側から合図を送って運転手に知らせています。少しこの電車の紹介をさせてもらいます。この106号車ですが南海本線で活躍中の車両です。長さは20メートル、重さは約 24.7 トン、1994年生まれなので年齢で言えば今年で29歳となります。こちらの線形は全編成で76両あります。作業の方はただいま電車を正確につかむための位置合わせを行っています。準備ができたようです。それでは皆さんのせーのの掛け声で持ち上げますね。いいですか、いきますよ、せーの。まだまだ声が小さいようですね。もう一度掛け声をお願いします。いきますね、せーの。できない電車のお腹が見えてきました。ここ千代田工場は電車の病院として4年に1回の健康診断を行うところです。南海電鉄の車両は全部で690両ありますが、全てここ千代田工場で決まっています。それではこの電車をこちらへ台車へくっつける直前までを見てもらいます。こちら1万線クレーンを移動させますが、目印はあそこの壁の上部大きく1とあるあの看板になります。このクレーンは止めるときが一番難しく、ブランコみたいに電車が揺れてしまっては危ないので、電車を揺らさずに止めるところが運転手さんの腕の見せ所となります。運転手さん、いいですか。ではお願いします。Thank you.
然言う気ないでしょう。一問ぴったりです。それでは車体と台車をくっつける手前まで行っていただきます。この状態でブレーキホースやモーターの線などを室内で完成となりますが、まだ検査中の電車ですので今日はここまでとなります。それでは先ほどと逆の想定になります。それでは今度は一番上で持ち上げてもらいますね。ちびっこのみんな、せーのの掛け声で持ち上げますね。いいですか、いきますよ、せーの。電車を吊り上げているときも常に前後のバランスを保つよう、つれを自動的に修正する安全装置がついています。約10メートルあります。次は4番線に移動してもらいます。ではこのクレーンでできる技をもう一つご覧いただきます。この位置で電車を前後に移動させてみます。置き場所がずれた場合などクレーンを同時に動かすことで位置を変えることができます。
車両吊り下げ実践は以上となりますが、いかがでしたか。普段は見ることのできない電車の工場ですが、こんなにたくさんの方に作業をしていただいて嬉しく思います。千代田工場では今後もお客様に安全で安心してご利用いただける車両を提供できるよう点検整備に努めてまいります。これをもちまして本日の電車祭りのイベントは全て終了となりました。まもなく閉園となりますので、お忘れ物、落とし物がないようにお気をつけてお帰りください。最後までご覧いただきありがとうございました。